こんにちは。今日は餃子を作ろうと思います。ドイツには豚のひき肉を売っていないので、自分でひこうと思います。買ってきたのはシュバニブラーテンっていうところで塊を買ってきました。それをあらかじめこのように切って、一度冷凍しました。それを半解凍状態にして、これをフードプロセッサーに入れて細かくします。こんな感じになります。でこの平たいキャベツも使いますけれども、これもお肉と同じぐらい、お肉は 200g です今日。そしてこれも 200g かそれ以上、キャベツを細切りにします。同じフードプロセッサーに入れます。そしてニラですけど、今冬でニラがないんですけど、私はこれを冷凍しておきました。これもフードプロセッサーに入れます。で、あと入れて全部粉々にするのはニンニクです。ニンニクは皮をむいて中の芯を取りました。そしてあと生姜です。これも皮をむいてフードプロセッサーで粉々にします。で、あと使うのは餃子の皮です。これは市販の皮を使います。大判を買いました。ニラはある程度ざく切りして、水分を絞ります。で、生姜も皮を剥きます。で、これもある程度こんな風に切って、全部フードプロセッサーに入れます。そしてこれを混ぜます。これにごま油を大さじ1杯ぐらい入れます。酒も大さじ1杯。味醤油を小さじ1杯ぐらい。私はこの塩を少し入れます。小さじ1杯ぐらいですね。で、胡椒も振りかけます。そしてこれをよくこねます。こね上がりました。で、この状態でサランラップをして少し冷蔵庫の中に置きます。そして食べる直前にこのあんを皮に包んで焼きます。サランラップをした状態で冷蔵庫に入れて休ませます。餃子のタレを作ります。全部1対1対1の割合です。味醤油、みりんは本みりんを使います。みりん1、これです、これ使います。これも1です。リンゴ酢でもいいと思います。おっと、なければこの割合で1対1対1で2対2対2でもいいし、増やせばいいと思います。それにこのラー油を入れます。これは食べる時に使ってもいいと思います。今ここに入れてしまってもいいけれども、食べる時に自分の好み、食べる人の好みで入れたり入れなかったりするのがいいと思います。これはアジアラーデンで売っています。で、これを混ぜて使うだけです。
餃子の餡を冷蔵庫から出してきました。これでこの紙を取って皮に包みます。なんか一番上はボロボロです。1枚取ってこれを中にこのように茶さじ1杯ぐらい茶さじ1杯ぐらい入れてこれを2つに折ります。そしてここをここにひだをつけていきます。あ、これは私のやり方ですけど、こういうひだをつけて、また餃子の皮を1枚取って茶さじ1杯ぐらいのあんを、あんっていうか具を、まああんでしょうけど、具をのせます。先ほどはここに水をつけなかったんですけど、このような入れ物に水を入れておいて、指を浸してここにこういうふうに水をつけて、このように畳んでいくともっとよくつきます。でこのようにこのような形にします。もうひたすらどん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 作っていくんですけれども、これは自分でやっちゃってもいいんですけど、あの餃子パーティーなんかで、あのこのあんだけ作っておいて皮も解凍しておけば、これはあのパーティーに集まったみんながそれぞれ作れます。で楽しいです。まあいろんな形になりますけどね、あの揃わないけれども、あのそれぞれ面白い形になって楽しいです。あのこのあんですけれども、あんっていうか具は、あの入れすぎるとあのはみ出してしまって後で破裂の原因になりますので、あの少ない方がいいです。で私はいつもこの大判の時は茶さじ1杯ぐらいで、あの入れてます。畳んだらギュッて押さえて形を整えます。まず2つに折って、向こう側でもこちら側でもいいですけど、こういうふうに 2,3 回畳んでひだをつけます。そしてここをギュッと押さえて、ここに水をこうつけて、こうしてこれだけでも、こんなんでも大丈夫です。ひだも何もつけなくて、こうして半円でこんなでもいいです。これでも大丈夫です。全部包みましたので、フライパンに油を敷きます。今日使う油はこの辛い唐辛子油を使います。あまりくっつかないように、あの並べます。あまり近く置くと
お互いに張り付いてしまうので、張り付かない程度に離して入れます。全部は入りませんけど、どうかな、どうでしょうか。あまりくっつけたくはない。やっぱり入らない。全部は入らないけど、これ無理やり入れるのも後でくっつくのも嫌ですので、このぐらいにして、そこがこんな風になってきたらお水を入れます。これで蒸し焼きにします。お水が減ってきたら蓋を開けてお水を飛ばします。かなりお水が減ってきましたので、ごま油をちょっと垂らします。そして焦げ目をつけます。今度は小さい方のフライパンでやってみたいと思います。フライパンを熱くして油を敷きます。そして並べます。そこが焦げてきたら、焦げ目がついたら、ここに水を入れて蓋をします。これで透き通るまで煮ます。水分がなくなってきましたので、ここで水溶き片栗粉を流し入れます。これで羽根付き餃子の完成です。羽根付き餃子が完成しました。こちらはとてもパリパリして美味しいです。同じタレでもいいですし、なんか違う工夫したタレで食べても美味しいと思います。とっても簡単ですので、どうぞお試しくださいね。ではまた。